ラオックス、谷口正治谷口正治は、ラオックスの創業者。埼玉県河野寿司出身。ラオックス元社長、谷口講師は長男。1928年に、埼玉県馬室高等小学校を卒業後、15歳で、東京、五反田にある支店に就職したが1年半ほどで、退職。しかし当時の不況下では、職のあてがなく、向こう字幕で、 電気店を営んでいた長慶宅に身を寄せ、自転車で電気製品の業商を始める。1939年に独立し、向こう島区に電気器具卸売の谷口商店を創業した。戦時中に海軍に招集されたため、事業は当時社員だった人物に譲渡した。戦後、1945年に現在の千代田区神田須田町に谷口商店を再建。 有限会社、株式会社化を経て、1948年に、谷口電気株式会社に、称号を変更した。1948年に、谷口電気の家電小売部門を分離して、朝日無線電気株式会社を設立し、1963年には、公外店、第1号となるユニオン電気千葉店を開店。1976年には、 朝日無線電気の販売部門を分離する形で、ラオックス株式会社を設立した。1978年に、ランジュ法賞。1984年には、クンサントウズ随法賞を受賞。日本電気大型店協会の初代会長を務め、家電量販業界の拡大にも尽力した。1991年に、ラオックス社長を退き、2003年まで、 同社の会長を務めた2009年4月5日、老衰のため95歳で死去。ありがとうございます。